嗨，皆さんこんにちは，大家好，欢迎回到我的频道。今天呢，我们一起学习这三种语法。ところです、たばかりです、のに都是非常常用的语法。嗨，それでは早速始めましょう。那么开始吧。好，那首先第一个语法是这个。ところです。ところです表示动作的阶段，前面接动词。那么我们一起看例子确认吧。首先第一个，会议の資料はできましたか？对方这么问，然后回答说，準備するところです。作っているところです。完成したところです。这三种说法都表示不同的情况。首先第一个，準備するところです。するところです。这么说的话呢，他还没有开始准备，正要开始准备。準備するところです。关注一下这前面的部分，する。那下一个，作っているところです。作っているところです。关注一下前面动词部分，作っている、ている的形式，这个形式的时候就是正在做。作っているところです。那最后的这个呢？完成したところです。他ところです。刚刚完成。完成したところです。动词的他形。这样使用这个语法的时候，ところです的前面的动词的形式呢，する基本形、ている还有它有三种动词的形式，然后每个形式的情况都不一样。基本形的话还没开始，正要开始的；还有ている的话正在做；然后しだところ它的话刚刚结束，刚刚完成。那それではそれぞれ例を見てみましょう。好，那首先第一个是接基本型。私はこれから地下鉄に乗るところですが、王さんは今どこにいますか？他们两个人是约好时间一起玩，然后他对他打电话问。私はこれから地下鉄に乗るところですが、王さんは今どこにいますか？这个部分，乗るところですが，他现在情况是还没上地铁，但是正要上地铁的状态。乗るところですが，然后对方回答说，ごめんなさい，今。家を出るところです。就是他还没有出门，他正要出门。今家を出るところです。15分ほど遅れます。他会迟到。那这样前面接基本形的话，他的动作是正要做这样的状态。乗るところです。正要上地铁。家を出るところです。正要出门。那接下来我们一起看看另外一个表达方法，是这样，ているところです。ている，使用ている的话表示正在进行。那我们一起看看例子吧。在地铁，乘客对工作人员说，遅延の原因は何ですか？然后工作人员回答说，申し訳ございません。今担当者が調査しているところです。調査しているところです。ているところです。就是正在调查。ている这个形式很重要。那下一个是他ところです。一起看看。最近前田さんに会いましたか？然后对方回答说，今彼女と電話で話したところです。とても元気そうでしたよ。这个部分，話したところです。他ところです。刚刚打电话聊天。話したところです。动词使用他形。那这样，
ところです的前面部分，如果是基本型的话，表示正要开始做这个动作。如果是ている的形式的话，正在做这个动作。然后他ところです的话，刚刚结束这个动作。はい、それでは次の文法を勉強しましょう。那么一起看看下一个语法吧。好，那下一个一起学习吧。他ばかりです。他ばかりです可以翻译成刚刚或者刚才。那么刚才学习的他ところです和现在要学习的他ばかりです有什么差别呢？其实有一些差别。与他ところです相比，他ばかりです表示动作结束或已经过了一段的时间。比如说一年前结束这样的动作的话，我们不使用ところ，我们使用的是他ばかり，有这样的差别。那么我们具体看例子确认吧。例を見て確認しましょう。那首先第一个，先月仕事を始めたばかりです。上个月刚开始工作。先月仕事を始めたばかりです。这样，先月就是动作结束后，已经过了一段的时间。这样的时候，我们使用ばかり表示。那下一个，この地下鉄は去年できたばかりです。この地下鉄は去年できたばかりです。去年是去年完成的地铁，所以这时候还是使用ばかりです。去年できたばかりです。那下一个，ここに引っ越したばかりなのでよく道に迷います。ここに引っ越したばかりなので、たばかりなので、刚刚搬到这里，所以经常迷路，よく道に迷います。はい、それでは次の文法を勉強しましょう。那么一起看看下一个语法吧。はい、それでは次の文法を勉強しましょう。那么一起看看下一个语法吧。是のに。のに表示发生不合乎常识常理的事情。然后有的时候表示说话人的不满意的感情。それでは例を見て確認しましょう。一起看例子确认吧。首先这个使用のに的时候，前面小句部分最后的部分是简体型。动词的话接简体型，比如说行くのに、行ったのに、行かないのに、行っているのに等等。然后因形容词是这样接おいしいのに，然后な形容词是簡単なのに，名词是日本人なのに，这样接词。はい、それでは例を見ましょう。那么一起看例子吧。料理はおいしいのに客がいません。のに却没有客人。料理は美味しいのに客がいません。那下一个。昨日買った新しいパソコンなのに起動しません。是昨天买的新的电脑，却不启动。有点奇怪，有点不满意。昨日買った新しいパソコンなのに起動しません。这次接的是名词パソコン，所以パソコンなのに这样接词。那下一个，王さんは熱があるのに会社へ行きました。他发烧却上班。熱があるのに动词接简体型，あるのに会社へ行きました。はい、それでは練習しましょう。那么接下来我们一起练习吧。请把这些中文翻译成日语吧。日本語にしてください。使用ところです造句。
使用ところです。的时候要注意前面动词有三种，一个是基本型，还有一个是ている，还有一个是他型。那这次使用什么形式呢？想想吧，它是正要下。那这时候用什么呢？是基本型。然后下地铁怎么说？是地下鉄を降りる。地下鉄を降りる。那么该怎么说？地下鉄を降りるところです。地下鉄を降りるところです。比如说朋友给你打电话说现在在哪儿？今どこですか？然后你回答说啊，今地下鉄を降りるところです。稍等一下，ちょっと待ってください。等等，地下鉄を降りるところです。那下一个，他ばかりです。使用他ばかりです。造句，动词使用他形，是刚刚刚才的意思。那怎么说？毕业是卒業する。啊，卒業する的他形是什么？怎么接词呢？答案是这个。私は先週卒業したばかりです。私は先週卒業したばかりです。那最后是用のに造句。那今天天气不好怎么说？天气不好是天気が悪い。然后后面接のに，然后后句去爬山是登山に行く，登山に行く。那怎么说？今日は天気が悪いのに兄は登山に行きました。这个部分是今天学习的。悪いのに，一形容词是这样接的。今日は天気が悪いのに兄は登山に行きました。はい、それでは今日の授業はここまでです。那么各位辛苦了，好好复习哦。那么下一个影片见吧，拜拜，再见。